どうも、ボルケーノです。今回はスタジアム建築には欠かせない、サッカーグラウンドの作り方を紹介します。このグラウンドは自分が建築するときの基本サイズになるので、ご参考程度にご視聴ください。現在映っているのは、外枠とセンターラインを引いたものです。サイズは 101×71 となります。私が建築するときは、半コートずつ建築を進めていきます。動画にもあるように、左側の外枠20ブロックずつ目印をつけました。サイズは 50×71 です。外枠の白線を引いたら、タッチラインの51マス目にセンターラインを引けば半分は完成します。実際にラインを引くときはあらかじめ10マスごとにマークをつけることをおすすめします。実際にラインを引いてるところです。事前に外枠の四つ角にマークしてたので引くだけでした。しかし、半コートずつ作らないと中央のブロックが不明になるのでご注意ください。この時私は何も考えずに線を引いていたので、後々センターラインを引くとき苦労しました。外枠が引き終わり、これからセンターラインを引くところです。これで外枠とセンターラインが引き終わりました。半コートのサイズは先ほどお伝えした通り、50×71 です。51マス目はセンターラインになります。もう片方のコートはタッチライン52マス目から50ブロックを引きます。次はペナルティエリアのラインを引きます。見やすいようにダイヤと金のブロックで目印をつけました。まずはゴールラインの36マス目から左右に19ブロックずつマークを引きます。9ブロック目と19ブロック目は金ブロックにして目印にします。そこにラインを引きます。先に内側のラインから引いていきます。長さは8ブロックとなります。こちらも同じく8ブロックです。8ブロックずつ引き終わったら、横に線を引いてつなげます。内側が引き終わったら、次は外側のラインを引いていきます。長さは17マスとなります。これも両サイド引いたら横をつなげます。これでペナルティエリアは完成しました。次は、ペナルティマークとペナルティアークを引きます。まずはペナルティマーク、外側のラインから5マス目に設置します。次にペナルティアークです。外側のラインから外に3マス開けて、4マス目から引いていきます。これは動画のように引いてください。これで完成。反対側のコートも同じように引きましょう。反対側のコートもライン引きが終了しました。最後にセンターサークルを引けば完成となります。
まずは、センターマークから上下左右に9マス開けて、10マス目に動画のように線を引きます。これでマークは完了しました。ここから円形状にしていきます。まずは斜め下に3マス引きます。その斜め下に2マス、最後に1マスです。その反対側は、2マス、3マスと引けば完成となります。これでセンターサークルの4分の1が完成しました。残りも同じ要領ですれば完成となります。これでセンターサークルは完成しました。またグラウンド自体も完成です。いかがだったでしょうか？今回の動画を見て参考になったら嬉しいです。また質問もコメント欄で受け付けますのでお気軽にお書きください。最後に高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。